皆さんこんにちは。今回も任天堂スイッチ版のドラクエ2ですね、まあ、銀の鍵を入手して今からムーンブルク地方へ向かうのですが、行けるか。そう、ムーンペタナ、ムーンペタナ近くには強い敵がいっぱい出るから、アテナ一応ね、装備は、そう、鎖片びら、二人とも買って、一応、現時点では最強装備にしてるんだけど、ただ、鎖釜は、抜け柵にしか買ってないから、トンドラの方は、聖なるナイフなんだよな。これでいけるか。運が良ければいける。運が悪かったら無理。全滅する可能性は十分あり得る。こいつらはみんな楽だ。マンドリルみたいな、なんか、ヒバ番号やったっけな、マンドリルだったっけな。要注意なのは鎧ムカデとマンドリル。確かマンドリルだった気がする。こいつはいいや。キアリーも覚えてるし。毒っても問題ねえ。あ、でも4食らうのは痛いな。ペタまで行けるのか。でもなんかこのスイッチ版のドラクエ2結構なんかモンスターの出現率高い気がする。ほら、あのポイミスライムだったらいいよ。結構ね、敵がバンバン出てくる感じがする。ということで安全なサラチを通ろう。まだザコしか出てこない。あ、でも結構案外余裕で行けるか。結構このムーンペタへの道って結構最初の鬼門だったような気がするんだけどな。魔術師ギダが来たら嫌やけど、先に倒す。銀の鍵の洞窟でね、ギダ唱えられて嫌な思いしたからな。よし。お、ああ、タホドラキが。ダメージすら食らわない。あれ、結構余裕でいけるっぽい。お、コンボ。売れる売れる。あれ、全然強い敵が出てこん。これは余裕か。抜け柵の26になるのは嫌だな。許可をしとこう。しかも、ローレシアの王子がトンドラで、サマルトリアの王子が抜け柵っていうね。ちょっと反対的な名前だけど。あ、着いた。結構余裕だった。確かここ福引き場ある。このゲームね、袋がないから結構福引き券って厄介なんだよな。聞きません。ブブー。あ、残念でしょうか。もう一回やっちゃう。ああ、説明は分かっている。当たるまでやって、当たるか外れるまでやってる。2回はできる。見たぞ。もう一回や。もう丸連だ。残念でしょ。聞くか。お、外れた。2回はできる。2枚持ってたから。また残念でしょ。聞くか。はい、残念でしょ。
一丁。また残念じゃん。普通に目押しになっちゃうのかな。また残念じゃん。はずれー。終了。あ、王女様になっていくか。王女様。まあでも案外余裕でムーンペタの町につけたのは正直意外だったな。はい、ということで今回は動画ここで終わりたいと思います。まあスイッチ版のドラクエ2はね、まあところどころ、まあ声ありだったり実況だったり、まあ、RPG の動画ですからね、まあなかなかこうダラダラと上げていくのもなかなか難しいと思うんで、気が向いた時にまた、はい、やっていきたいと思います。まあスイッチ版もね結構グラフィックも綺麗だし、はい、いいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。